ソフィアちゃん、ソフィアちゃん、起きて。本当お願いだから起きてー。なんじゃらほい、朝から血相を変えてー。アリシアって名乗る人が来たんだけど、僕もアリシアさんだよ。昨日のことかちゃんもそうだけど、名前だけ言われても同じ名前なんて世界にはたくさんいるんだよ。ソフィアって名前だってこの地球に一体何人いると。アリシア、ホーリーナイトさんが来たんだよ。あのね、ホーリーナイトって名字もね、世界には結構。アリシア、ホーリーナイト、あのアリシア、ホーリーナイト、どのアリシア、ホーリーナイトかわからないけど、多分合ってるよ。専属神ナンバー2、私たちの先輩専属神に当たる人。来た来た来た、やったよ、パパ帰ってきたよ。気配感じる、うまくいったんだ。本当？ならこれで問題は解決。とりあえずパパが帰ってきただけでも大きな前進だよ。しかもアリシアも連れてなんて最高中の最高だよ。アリシア、お久しぶりー。ソフィア様、よくご無事で、元気な姿で、おかわりなく。ちょっとタイミング悪かったですね。感動の再会の邪魔をするなんて私としたことが。帝王神候補序列7位、メルメア、メルトリア、なんでこんなところに。本当、異質異能が完全に封印されてる。それでもお母様の脅威から免れ、今もなお生き続ける。それだけであなたへの好奇心でいっぱいですよ。12位、ソフィア、ターフェアイト。こんな辺境の星に大物が集まってさ、何企んでるの。さて、でも私は第一位と話してる。そして私たちの国、メルトリア総本山に来ると約束している。ここへ来たのは第一位があなたたちを回収するためと聞いたから、本当かどうか見てたってところね。私の次はパト、メリアも回収してるなんて、メルトリアは本当私たち突然変異のよそ者が気に入らないんだね。気に入る、気に入らないの話はどうあれ、強い興味の対象であることは真実ね。あなたはどうする？罠かもしれないところに第一位を連れていく。そしてメリアを見捨てる。それとも第一位を私たちのところに連れてきてメリアを回収する。決めるのはあなたじゃないけど、考えて意見を言うくらいならできるでしょう。これが最後の助言、私たち全員、待ってるからね。わざとらしい誘い、私がパトに拒むように誘導し、パトはそれに反対してより強い決心をつけさせようって魂胆が見え見えだよ。メルトリアらしいやり方。パトが動いているなら私が拒むわけがない。だから試練を受けて準備していたんだ。まっすぐ向かうよ、昭和のメルトリアども。ソフィア様、ソフィア様、ソフィア様、もう二度と会えないのかと。久しぶりだね、アリシア。前より美人さんになったね。感動の再会を堪能したいんだけど、今はそれどころじゃないよね。こんなにメルトリア一族にまとわりつかれてるんだから。そうですね、いきさつの詳細は宇宙船の中でお話しします。今はパト様の命令に従って地球にいる専属神全員を集め、宇宙船に案内しています。ソフィア様、もし他に専属神や従属の方がいらっしゃるなら全員集めていただいてもよろしいですか。わかった、アリシアはここで待ってて。これで全員だよ、私たちを宇宙船に案内して。ねえ、ことかが結局帰ってこなかったけど大丈夫かな。気配は感じてるし、専属神は必須で集めてるみたいだし、大丈夫だよ。少なくとも帝国の従属神たちは一番弱くてもこの星の最強よりはるかに強い。ここに帝国が来た時点で安心だよ。きっとイギリスに行ったセッカちゃんも今頃回収されてるかもね。いやー、移動費がかからなくてよかったねー。これが帝国、本来のパトが乗っていた兵力、末恐ろしいね。専属神ナンバー3、四季セッカ、専属神ナンバー7、月読みことかの2名はすでに2人の専属神によって保護されているようです。他2人、専属神増えたの。はい、専属神ナンバー8、ソルテ、ピュアデーモン、専属神ナンバー9、ラル、ロゼデイスが新しく専属神に選ばれました。あの候補の2人だね、間違いないと思うよ。2人とも攻撃と守備に特化した子だしね。それじゃあ、ここにナンバー2、アリシア、ホーリーナイト、ナンバー4、カナ、ナンバー5、ハク、ナンバー6、ソフィア、ターフェアイトの4名、合計8名の専属神が宇宙船に乗ったことになるね。はい、事情が事情なので直ちに出発します。運転を開始して。感動の再会をしたいんだけど、パトはどこにいるの？パト様は、現在眠っておられます。のんきだねー、こっちがどれだけ心配したかと。いえ、いきなり倒れ、それからずっと眠っているのです。ミエルさんによると、ミガドルエデンに強引に呼ばれているから要件が済むまでは起きないと思う、とお言葉はいただいていますが、私大活躍だったんだから、きっと私がいなかったら主様は無事ではなかったくらいだね。え、じゃあ後で他の人にミエルの武勇伝聞いてみるね。え、それはやめてほしい。エテル、無事やったんか？やっぱりエテルの上が落ち着くねー。私は特に何もしてないよ、変なことに呼ばれただけで。そんなことってなんや。月下様、それは本当？私の代わりに月下お姉ちゃんが連れさらわれた。
他の専属神の人から話を聞いたけど、きっとこれから向かう目的地にいる。絶対に後悔させてやる。そうですか。でも節下様は無事でよかったです。本当にこの短期間で色々あったみたいだね。アリシア、私をパトのところに案内して、メルトリア総本山までにまだ時間はかかるでしょう。私も積もる話はたくさんあるけど、やらないといけないことを優先したいの。わかりました。ではこちらにどうぞ。いつから目を覚ましていないの？一日前です。ここから少なくともメルトリア総本山までは宇宙船で3日はかかります。それまでに目を覚ましていただけたらいいのですが。ミガドルエデンが原因なら向こう側で何か策があるんだろうね。今のパトは気にしなくていいと思うよ。問題は私たちだよ。相手はあのメルトリアたちの総本山。しかも帝王神候補が大きく動いてる。あのリトアまで動いているということは、指示を出しているのは帝王神か帝王神候補序列2位、とはだろうね。真っ向勝負なんてしたら絶対に負ける。でもメリアと月下ちゃんの奪還は必須。策なしの受け身で言ってもいいように丸め込まれるだけだよ。メルトリアたちは言葉巧みに誘導する。根は性格悪い連中なんだから、こっちも策を立てておかないと。アリシア、ラル、ソルテの3人で他の専属神に一芸を叩き込んで、実用性はなくていい。興味を持たせればそれでいい。興味を持たせるのが最低限だよ。あの連中と話すのは。わかりました。ソフィア様はどのように？私はここで自分の封印された力の解除をしてるよ。パトが目を覚ました時に知った顔がいると安心できるでしょ。私も同じだけど。お互い寂しがり屋なんだよ。その気持ちはすごくわかるから、そばにいるの。私はそんな共依存がすごく心地いいんだ。任せたよ。パトの望む未来のために、みんな笑顔で帰るために、尽力を尽くすんだよ。アリシア。ソフィア様、この3年で本当に立派になられました。私すごく嬉しいです。ソフィア様の言う通り、あと少しで元通り。いや、以前よりも多くの専属神や従属神に囲まれて最高の未来をつかむことができる。私アリシア、私の全てをかけてソフィア様の願い、必ず実現させます。久しぶりに二人きりだね。状況は最悪だけど。さあ、試練を始めようか。メリアと大喧嘩をするための準備、異質異能の強化をしよう。そしてあのメリアを分からせないと。気づけばシリシ役に使ってるな。でも大事なことだ。だってあの核は私にとって辛いけど、でも大事な核だから。ソフィア様、とうとう立ったまま寝る特技を。勤勉な私ですら成し得ない見技を。さすがですね。クローって勤勉すぎて逆にバカになることあるよね。クロー、私、パトの専属神としてしっかりやれるように今のうちにやれることはやっておきたいんだ。ということでパトと会える日までずっと私の異質異能の世界に入っているから、留守中はよろしくね。おう、かたくなに自分の能力について触れてこなかったソフィア様が自ら。わかりました。自分磨き頑張ってください。私はいつまでもお待ちしております。よし、久々に待ってなよ。有楽へかい？さあ、来たぞ来たぞ。ソフィア様を一人ご入会。有楽へかいにようこそ。ここは異質異能支配を持つソフィア様の異質の世界。すべてが異質、存在しない力と物質、法則、ありとあらゆるものが企画に収まりきらない異常だらけのテーマパーク。娯楽で力を得る。娯楽で勝てば文字通り収まりきらないほどの異質の財宝たちを手づかみわしづかみ取り放題の大盤振る舞い。何で遊ぶ、何をかける、何層まで降りる、どのテーマパークの層に降りる、降りれば降りるほど貴重なものがたくさんだよ。まずその前に、本日のログインボーナスをどうぞ。相変わらず安いね。子供のお小遣いじゃないんだからさ。いえいえ、誰も手に入れることができない未知数の力を手に入れるのですよ。石油王が全財産出しても1ポイントも満たせません。それほどの価値ですよ。だって、たくさんのテーマパークがありますからねー。どこから行きます？ロッシャランドですか？ユーローランド、それともマイルドにブルーランドでも攻めちゃいます。そのね、悪いんだけど。誰だっけ、君。先輩は私ができないことを平然とできるので尊敬します。そうかしら。昔に比べてことかちゃんもすごく成長したし、私なんてそこまでじゃないわよ。何をご謙遜を。昔は自信に満ち溢れた言動、立ち振る舞い、そして誰も寄せ付けないほどの圧倒的オーラ。月下先輩は今も私の憧れです。期待の眼差しが。昔と比べて現実を思い知っている私にはきついね。ことかちゃん、視聴者の皆さんに挨拶お願いできる？はい、次回も見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。